UEFA チャンピオンズリーグ2006から07、ベルダーブレーメン戦でのレフスキソフィアプロフェッショナレン、フドボレンクルプレフスキソフィアは、ブルガリアの首都ソフィアを本拠地とする、サッカークラブ。20回以上の優勝回数を有するブルガリアの、古豪クラブである。クラブ名のレフスキは、ブルガリアの民族的英雄である、バシル・レフスキに由来する。1911年、 学生によるスポーツクラブとして発足した。正式にクラブとして登録されたのは1914年であり、クラブとしてはこの年を公式な発足年としている。戦艦期より、ブルガリアで国内リーグ戦が始まり、1933年にはレフスキ・ソフィアが初優勝を果たした。第二次世界大戦後、ブルガリアで共産党政権が成立した。 ブルガリアを衛星国家戦としたスターリンにとって、ブルガリアの民族的英雄の名を冠し、自由を尊ぶクラブが存在することは望ましくない、ことであった。そのため、1949年に、クラブ名がディナモソフィアと変更された。スターリンの死後に、ソ連でスターリン批判が進む中、1957年に、クラブはかつての名称を取り戻したが、 レフスキの名称は、反共産主義的なものとみなされ1969年には、FD スパルタクソフィアと合併し、DFS レフスキスパルタクソフィアと解消された。1989年の東欧革命及び共産党政権の崩壊に伴い創設時のレフスキソフィアへ戻された。1990年代前半にレフスキソフィアは、 1993年、1994年、1995年と3年連続でブルガリアの優勝クラブとなった。当時のライバルとなるクラブにも大差で勝利を収めており、ブルガリア代表にもレフスキソフィアから多くの選手が選ばれた。2000年より再びクラブは3連覇しており、クラブの好長期は続いている。2006年に再びリーグ優勝をすると、 UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では予選ラウンドでイタリアの AC キエーボベローナなどを破りブルガリア勢として初めてグループリーグ進出を果たした2020年1月末クラブの主出資者のボシコフが強制、脅迫、公務員への贈賄、マネーロンダリングなどを理由に国際手配される同年2月に クラブの株式85%を所有するポポフと共にアラブ首長国連邦当局に拘束された APFG26 回ブルガリアカップ25回ブルガリアスーパーカップ3回なしありがとうございます